こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日はアバティーユ炭酸入り、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。こんな感じですね、アバティーユスパークリング微炭酸。ワインの産地として有名なフランスボルドー地方の地下472メートルを水源とする1925年からフランスで親しまれているミネラルバランスの取れた水です。そう書かれてますね。1925年から愛されてるってことで、もう88年ですか、88年もの長きにわたって地域文化に根付いた水として、今までこうなんていうんですか、愛され続けていると。やっぱりなんていうんですかね、地域文化に根付いた水とかそのはですね、地域の作物とかと一緒にいろいろなこの調理とか、いろいろな食べ物とこう愛され続けているので、とてもなんかその人間生活にとってなくてはならないものになってるんですね。そういうのが私は大好きで、やっぱり歴史、人間生活の中で水っていうのは絶対に必要なものですから、その地域にある名水とかそういうものはですね、必ず、何らかに人間の生活の何らかに関わってくるわけです。こういうふうに歴史のあるものは大切にされてずっと残っていくんだと思うんですけども、日本でもなんていうんですかね、これからずっと先名水と呼ばれるもの、名水と呼ばれる水たちはですね、残ってくれたらいいななんて私は願っています。原産国がフランス、採水地がアルカション、輸入者が、宝商事株式会社ですね。硬度が 83.5、 pH が 5.1、 軟水ですね。軟水で微炭酸という感じです。飲みやすいですけども、それほど微炭酸と書いてある通りですね、それほど炭酸はバチバチきません。本当にシュワシュワっと微妙にくるぐらいなんで、バチバチ感を期待する人は違う製品を選んだ方がいいかなと思っています。こんな感じですかね。ですね、これはあまり東京でも見たことがないので、まあ簡単なのはそうですね、通販で買った方が簡単かもしれませんけど、いろいろ酒屋とかワインショップとかもしかして回ると、売っているところがあるかもしれません。興味のある方はですね、一度買ってですね、自分で楽しんでみてください。よろしくお願いします。